笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんでイタレとか。いや違いますよ、ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、うん、だ吹いてみようやど。あやっさや、あー分かった、どうぞどっきときよ、せーの、どーれー。なに今のみんなと、ね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。プリムーンラジオ、はい、9月12日水曜日、はい、プリムーンラジオ始まりました。今日は久しぶりの元メインパーソナリティいや、デジャスだよ。元がついた。ハッキサミよ。元がついた。ミーも。本来なら地元金華団でね、先勝ってるはずなの。本当だよね。ハゲちゃびずらしい。はい、もみさん挨拶して、はい。はいはいはい。皆さん、昨日は RBC からまたなんか通報の特集出てから、あっちこっちから電話来てから見てくださいって言ってたね。はいはい。ヤンバルのシュート聞いてるかね。約束通り名前言ってよ。はいはい、じゃあ久しぶりですね。タイガと思ってる人、今からジョーク紹介します。うん、はい、セイディン太郎、ウロマーリンの、はい、MC もみえび、はい。はい、こんばんは、イケペイです。はい、ワンバンコ、ホワイティです。はい、こんばんは、今日はちょっとマイク足りませんが、ナルトラです。はい、ミキサーの小ザエルです。はい、じゃあ、大物ゲストの紹介の前にね、うん、最近から始まったんですけど、オープニング当番っていうのがありまして、うん、1、2分さらっと、うん、一人一人発表大会。今日はナルトラ、はい、そうですね、もうあのここ最近ちょっともう仕事がなかなか忙しくて、おいこちょっと僕はあの今あの旅行ガイドブックの仕事してるんですけど、うん、で実はその関係で今度公安の局の記事を載せることになりまして、なんか公安局って FM 沖縄の、あ、本当にな、はい、でちょうどこうなんか旅行してきてる方になんて旅行を来てる方にレンタカーでラジオを聞いてもらうっていう企画をちょっと僕が出したところ、うん、採用されまして、ただちょっと西町と、まあ、久茂寺中心西町も多少守備範囲なんですけど、公安全くの守備範囲外ですから、ちょっとそのあたり東京の方では FM 沖縄の方がいいだろうということで、そういう風になってしまったんです。でちょっとそのあたりもちょっと僕知識あんまりない状態なんですけど、このガイドブックにそういうラジオの記事が載るっていうのがなかなか珍しいらしいんで、ちょっとこれからもしかしたらちょっと取材とかもしかしたらあるかもしれないっていう、すごいね、ただのパンキーやっちごうや、フリムンではパッとしないけど、じゃあ本業の方でね、はい、輝いてくれれば、そうですね、それはそうですまたね、発売されるときにはまたお伝えできる機会があればなと思いますんで、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いしますということで、はい、今日のフリートークでした。はい、ありがとうございます。素晴らしいね。じゃあもう行きますか。うん、行っちゃうかい。もうファン もいるからことですから、うん、待ち感じしてると思いますよ。はい、じゃあ本人から自己紹介をお願いします。はい、あ、はい、さい、ユーサバチャーと言います。久しぶりです。はいよ、どれぐらいぶり。カンブリですね。あれ、あ、カンブリは冬の油乗ってる。さすがわかるけど。さすがサバちゃんやさ。歌以外は滑りまくりだね。ね。いや、今のは瞬発力よ。あ、なるほど。はいはい、今日は今週日曜日に行われる、ライブの告知をさせていただきに参りました。よろしくお願いします。はい。じゃあ後ほどですね。後ほど。じゃあ。このライブですね、僕とモーミー一緒に出るんで、モーミー告知お願いします。あ、はいはいはい今週日曜日ですね、午後6時半、うん、10何時だったか、18時半、18時半から始めて2回公演です。18時半と19時半、7時半ですね。ぜひもしラジオ聞いてる方、もし暇があったらまた巡ってきてくださいね。あっちこっちからまた南部方面の人もいっぱいリスナーが
きます。でこの後またお伺いしますので、はい、よろしくお願いします。ちなみに、ね、場所はですね、那覇市の桜坂劇場の、一緒になっているビアガーデンでやりますので、チャージはなしです。ビールだけ飲んでもらえばありがたいです。よろしくお願いします。はい、よろしく。あ、ちなみにこれイベント名前とかは、うん、抜いたか名前は。え、二人も揃ってこんなグダグダ。本当ですね、本当ですね、これ大の大人がよ。名前は私がネーヤビランだったかな。ネーヤビラン、名前ネーヤビランっていう名前。ネーヤビラン、だから覚えてないですね、うん、あれ木村花子さんとかもいろんな有名人が出るわけよ、はい、直木屋さん、直木屋さんとか、直木屋さんもみんな僕ら以外はビッグなんですよ。 CD がラジオで流れたりするような人なんか、僕なんかもメールが流されるぐらいで、もう、うん、おいおいおいチャー流されるよ。うまいっすね、これ。もうこの短時間に2発出したよ、うん、でもあれですよ、下地さんやった、うん、下地何さんだった、晩年いるけどな、映画評論家のネーネーゲルさん。あ、うん、あ、下地さんでしたっけ、うん、はいはいはい、下地さんはもう終わったのは2回こうチャーチチで終わった前に、うん、おー、あれよ、あれよ、バッピーね、下地くみこ、くみこ、くみこですよ、くみくみくみよ。じゃあ、ぼちぼち通常放送に戻っていいですか、ね、行きましょうか、大丈夫ですか、はい、すみましたかね。あと告知は、はいはいはい、大丈夫ですか。あ、終わり終わり終わり、はい、ぜひ皆さん、桜崎劇場今週日曜日ですね、ぜひ面相利用せい。はい、わ、わ、あれ、いきなり、うん、いいよ、下戸、はい、あ、そうだね、下戸はね、自由ですね、本当に今日は。はい、というわけでオープニング後はお送りいただいたメッセージ、というわけで今週のテーマは感動。そんな時にモーミーさんが戻ってくる。感動感動した、いや、まあ、ある意味感動しましたね、今日、ね、共演できて、別の意味で、モーミーさんとさきさんに朝よ、うんうん、あー、わかった、もう言うな、ごめん、時間もう言うな、時間あるから、うん、そろそろ退場させるよ、そんな人、イエーイじゃないよ。どうか、朝っていうね、退場ね、感動じゃなくて感動になりますね、本当にね、これね、進めてもらっていい、はい、ちなみに早場引きは、わ、和です、とうとう和になりました、和から始まる言葉、ツイキャスからもお待ちしております。早場引き最終回、そうです、バビキでございます。で、今週はあります、40分から名古屋からの生中継がございます。生だ、はい、復活したんでしょうか。皆さんご心配おかけしました。というわけでメールアドレスは moon@fmginoman.com moon@fmginowan.com、またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノマンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組は中川名木、創業67年中村製菓、民謡居酒屋やってもれ、 R サプライ、トリプル8、名古屋ライブハウスコタン、フリムーンファミリーの提供でお送りします。はい、うん、どうします、うん、もうちょっとなんか細かく言っといた方が良かったとかありますか。うん、いやいや、あ、告知漏れ、まだ、うん、あ、まだ、ああ、どうします、うん、コマーシャルというか、もうあるじゃないか、もう今度、うん、なんていうの、うん、7月、あ、7月以上、うん、10月なのか、うん、キラキラカールちゃん見に来てください。お、以上、あ、うん、試合、はい、試合がありますよね、あ、闘牛ですね、闘牛だね、ちょっと忙しい、あなた那覇祭りか、那覇大綱引き、那覇大綱引き、うん、だからこっちこれとかっちゃってるから、もう、うん、那覇行きたい人は那覇行けばいいさ。なんで散れてる、これ告知しながら、告知しながら、なんで切れた、なんで切れた、第2、いったろいいそう、はい、あと一つ僕あるんですよ、第2、10月の第2に、はいはい、チュラ里祭りっていう、沖縄市で祭りがあるんですけど、僕またこれにも出て木山商店と同じステージに立ちます、はい、おー、じゃあ CM 入る前に今日 の告知代、うん、置いていってください、ね、お有料2800円になってます。皆さんまた来週ね、ワンワン。さあ来週もいるのかどうか、本当だよ。
わかりませんけれども、じゃあ CM 行きますか。はい、はい、行きましょう。 CM です。 CM か今。 CM じゃあ変わります。もみの声もみの声が聞きたくて FM 797聞いてます。ハゲは映らないよ大丈夫、皆さん優しく来てください。フリムーンラジオ。もみの声が聞きたくて FM797 聞いてます。フリムーンラジオ。生ジングルですね。これカツで言えば二度揚げです。生ジングル。面白いな。急にやらされると思う。怖いな。そこをすぐ乗れるのがサバちゃん。ね、これも感動ですね。すごいね。感動ですね、これね。感動しちゃうよ。もういかんど。おい、早くも三発目だよ。聞こえてきましたけど。はい、ありがとうございます。じゃあ、あの棒読みがなくなったということで、棒ファンから。お。やっぱり寂しいということで、うん、一発目、うん、棒メール読んでみもらいましょう。え、棒読みで得意の棒読みでっていいですか。棒さんにラジオネームがないですか、うんうん、本名ですね。これ本名呼ばない方がいいですね。ですね。はい、じゃあ行きますよ。あ、はいはいはい、すいません、行きます。はい、フリムーンメンバーの皆さんこんばんは。埼玉のはちみつ一家です。おこまわす。テーマの感動、はい、一番の感動は社員旅行で羽田から青森までの初フライト、まだ JAL に吸収される前の、これは JAS ですか。あ、 JAS ですね。 JAS、はいはい、JAS に乗りました。駐機場から牽引車に押されてバックした時から大興奮、バックした時から大興奮、うん、すげえ飛行機がバックしたよと大爆笑、うん、それからバックした時から大興奮、それから離陸の瞬間や綺麗な CA の機内サービス、窓からの景色に感動と興奮続きでした。あとハワイ島のナウマケアさんの麓で見た満天の星空は言葉を失うほど感動したかな。では今日もちばりよーという、このバックした時から大興奮のはちみつ一家さんからでした、うん、バックした時から大興奮なんだね。バックした時から大興奮ってことはこう見てる人ってことでしょ。うん、あ、まあいいですね。バックがすごくその印象しか残ってないですよ。バックが…バックから大興奮。何言ってんですか、このメールで一番大事なのはマウナケアさんの麓から見た星空がとても綺麗だった。あれあれあれナルトラすぐ全部そっちに持っていけば面白いっては限らないからね。お願いだよ。はい、申し訳ございません。はいはい、来てますよ。こんばんは、富山のたっちょんです。ありがとうございます。テーマ感動。高校野球に興味がない僕でも今年は違いました。秋田県の金足農、はい、金足農業ですね。金足農業、はい、高校、はい、母が秋田県出身なのでなんとなくゲームをチラ見してましたが、横浜高校に勝ったあたりからもう釘付け、毎回ミラクルを起こし、うん、もう感動の雨あられ、結果は準優勝でしたが、あの一生懸命さに感動しちゃうんですよね。それで先日の土日、金足農業高校ってどんなところか見たいのと、高校プロデュースのカナノーパンケーキという幻のパンケーキを食べたくて秋田へ行ってきました。行動力がすごい。
秋田は予想以上でした。右を向いても左を見ても感動ありがとうのポスターだらけ。パンケーキは某コンビニに朝5時に入荷してもすぐなくなる勢いだし、テレビはまだ特集やってるし、秋田の感動はまだ続いていました。予告26日沖縄入りするのでスタジオにお邪魔します。もちろん手ぶらじゃないよ、みんな集まれって。いやー楽しみ、ね、ありがとうございます。たっちょんさん、すごい富山から。秋田すごいね。まだまだやっぱまだ感動してんだね。あの第1回以来の秋田県の高校の決勝進出らしかったんで、うんうん、らしいよ。東北、うん、あ違うか、秋田初2回目か。2回目ですね。1回目に、うん、確かね、うん、で1回目は10何校か20何校しかなかったらしいけど、最初の甲子園、ね、最初はあの中等学校だったらしい、うん、ただ100回目の大会にまた秋田が残るという快挙、うん、すごい ね、まあ、ね、記念だね本当に。まあね、昔もこね15年20年ぐらい前のね、うん、あの沖縄とかもそうだったんですよね、うん、沖縄水産とか。あ、ね、そうだよね。あの頃から考えると多分そんな感じだったんでしょう、ね、はい、はい、じゃあ、あと1通、あと1通、はい、あ、来ておりますよ。はいはい、フリムメンバーの皆さん、ゲストの沖縄替え歌友の会会長イユサバチャーさん、リスナーの皆さん、はい、兵庫のミーさんです。はい、ありがとうございます。今日のテーマ感動ですね。それは最近行った高知県の広め市場です。あ、うん、あそこはテレビでもよく撮影されていて有名な場所ですね。中に入るとワクワクしてきます。なんといってもわら焼きのカツオのたたきは絶品です。美味しそう。ここに住み着きたいほど美味しいです。おいおいおい自分の地元のスーパーのカツオなんてもう食べれません。まるまる水産のカツオのたたきは最高に感動しました。来年も行く予定。それでは皆さん、季節の変わり目お体に気をつけてくださいね。またメール出します。またよーんって。ありがとうございま す。やっぱあのカツオのたたき、わら焼き最高って言うけど本当最高だよ。本場のカツオのたたき食べたことある。食べれない。食べたことある。高知で食べたことある、あります、あります。もうさ、分厚いんだよね。まず分厚い。分厚い、そうなんですよ。分厚い。しかもあれでしょ、うん、あっちは生姜じゃなくて本当にんにくでしょ。そうそうそう、薄スライスしたにんにくで、うん、あと塩をつけてっていうのもありますね。塩もちょっとつけて。塩も美味しいね。粗いのね。そうそう、さすがサバチャーさんと、あの辛口の日本酒が合うんだよね。うわ、やめて。辛口、うん、辛口が合うのよ、やっぱ高知だから。あ、うん、そうですね、高知はね、うん、辛口か、鬼殺し最高じゃない。そうそうそう、絶対合うからね、これ。合う。じゃあ、うん、冬試してみます。皆さんね、高知県ぜひ。もうちょっと寒くなぜひ来てください。高知県で食べるからいいんだよ、ね、あれ。あ、なるほど、ね。さっき、さっきモーミーのうちにカツオ置いてきたから、モーミー、うん、あれ叩けばいい、モーミー。カツオの叩き。モーミー笑い気にしたらいい。美味しいんでしょうか。結構焼けると思うよ。焼けるね、焼ける。お肉はね、うん、ありそうですけど。そうそうそう、パチ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 って。でそろそろ姉さん来てるのかな。姉さんは来てるんでしょうか。ちょっと確認しながら一回 CM 行きましょうか、うんうん、行っちゃいますか、はい、うん、はい、では CM です。はい、
はい、セプテンバー姉さんです。あ、おら9月だから。あ、9月だから、うん、素敵で、白子ちゃん。はい、長かった早バーベキューも今日が最終回よ。そう、来てるわ、わわでしょ。うん、こんばんは、早バル姉さん。はい、こんばんは。私最近、安室奈美恵のコスプレでアフロ奈美恵やってます。スナックふれあいです。どんだけこれ最近、この方よく使ってるのよね。うん、うん、さて、今夜の早バーベキューはわしたしまうちな呪文です。顔濃い人たちの結束が固まるの。なるほどね。はい、ちなみに、あのふれあい引きによると長いんだけど、わしたしまうちなはアムロレイです。そうです、機動戦士ガンダムの操縦士です。ん、子供の時にガンダムを見て、あれ、うちなんちゅうが出てるね、多分西原の人だはずねと、わしたしまうちなは活躍の場が宇宙になってるやつだと思ってました。どうしたの、うん、この方ね、夜のプレイとね、こういう投稿がね、キレ悪いのよ。また待ってます。フレイさん、はい、自撮りばっかり載せてるわけじゃないわよ。そうね、作り笑いも素敵なんですけどね。はい、ラジオネーム埼玉のはちみつ一家。はい、ありがとう。ハイバベキは、私マーツーはいつまでもマーツーは、 iPhone から送信。はいはいはい、うん、時代遅れの女です。でも一瞬は、一瞬だけ一瞬したのよ。一瞬だけ一瞬したの？あのね、ブルゾンが言ってたの。え？待つの。待つの？そうなの？あ、なるほどね。来てるわ、今の時代、肉女よ、肉女。うん、肉女のね。じゃあ来てるわ、エイミ姫から。輪投げって何ですか？多分ね、エイミさんも若かりし頃にやったと思う。うん、棒に。おう。おう。おう。穴を通すの。なるほどね。うん、鶴ヶ島買わずに、はい、ワコール。しょうがないわね。なるびき。これは外すのは憧れです。チェリーですか。ね、これはね、埼玉の和光市でのみ着用が許されてる下着です。それワコールね。はい、もう分かった。ナルトラがね、大きく息吸ったらもう大抵面白くない。来てるわよね、進撃のめいちゃん。あ、本日もご出勤ありがとうございます。尊敬するハイバル姉さんが機嫌を損ねたらいけないので、今日はなるびきはご遠慮しておきます。賢明だわ。、うん、ハイバビキは、ワイロンフランシス。あー、ワイシス。私らの業界ではワイシスって言ってるの。あ、なるほど、ね。うん、和製英語。あー、和製英語ね。うん、どうする、リベンジする。勘弁してください。何が面白いの。じゃあ一つだけ教えてあげる、うん、トムヤム君。はい、おで、ツイキャスちょっと拾っていいかしら。ちょっとだけね、うん、今日最後に発表があるから。あ、了解。ドギー青空さんから、罠。あ、はいはいはい、女は幾重にも巡らしているものです。ほうほう、今4人私の罠に引っかかっています。あら、そんなに。はい、あ、少ない方ね。でも姉さんから、ね、2人には今、うん、最終段階の罠。あら、来ないのって言ってます。あ、そう。あら、なんか深刻だわ、いろいろと。沖谷ワンチュールさんから、はい、和田アキ子。あ、うん、残り4期、うん、なるほど。北海道のじゅんちゃん、これで最後ね。あ、ワンレンボディコン。はいはいはい、うんうんうん、あと3年後に来ますよ。お、なるほど。はい、それではね、皆様に謝罪があります。はい、まずはこのハエバビキ、うん、オリジナルだと思ってたでしょ。パクリだったんです。まさか。姉さん、とある姉さんのね、姉さんコーナーのパクリだったの。姉さん、それがね、あから始まって、うん、もうわよ。そうね、そこで来週からは新たなコーナー入ります。え、これ教えて。メンバー誰にも言ってません、うん、初耳。姉さんの歌辞典。うん、白子ちゃん、ちなみに、うん、あ、これはね、私がこの歌の何を伝えたいかとか、うん、メッセージを、本当の意味を
教えてあげちゃおうっていうコーナー、うん、歌辞典。しろこちゃん今何かタイトル言ってみて、歌の別れ歌。パッて答えるから。誰の歌？ちゃんと名前も言って。中島みゆき。ああ、別れ歌ね、うん、まだストーカーって言葉がなかった時の歌です。おー、なるほど、はい、こういう感じで。あー、素敵。いきますから、うん、皆さんどんどん送ってきてください。はい、うん、お楽しみに。ナルトラバカありがたき幸せだと思ったんですけどね、うん、なんかまたよく似たコーナーが始まりますねこれまた姉さん、ね、でもね、また姉さんがね、姉さんらしい切り口をね来週からまた見せてくれるので、はい、うん、僕の振りはもう必要ございません、ね、というわけで皆様お待たせいたしました、ゆさばちゃんのコーナーでございますよ。はい、生歌、ありがとうございます。生歌コーナーでございます。じゃあ歌います。真面目な歌も少しだけ歌うんですけど、その前にあの もっと真面目な歌を歌います。顔が怪しい。テーマも感動ですからね、うん、そうね、感動。あっちの那覇のところに出る前に歌います、こっちで。あ、なるほど、はいはい。池田卓さんの歌です。どこまで歩いてきただろうか、この道は楽園への道なのか、どこまで綿闇するのかな、どこまで歩いて行けるのかな、誰かが使ってるトイレでも誰もが使わないトイレでも、自分の歩幅で行けばいい、自分を信じて行けばいい、縛りよ粘れよ、ダメかもくんぱれよ、それでもダメなら立ち止まればいい、そして限界さ、ふふふふふふふ。粘れよヤイビータン。ふふふふじゃないよ。はい、ありがとうございます。民謡歌いません。立ちみそりめかた、わみあうたさびら、にせがす偽がする
めかたみぶさびけじよなしたりめかたゆちかたんてなちちちかれありがとうございました。まあ一曲目出ますか、池田卓さんをディスるとは思わなかったですけど、あのドキ青空さんからあれ真面目な歌だよねこんな感じで最初だけ、ね、あの、はい、ライブでもやったりしますのでよろしくお願いします。これサボちゃん、これこういうのってどういう時に考えるの？仕事中私は考え仕事中仕事中にこれ考えるの？魚さばきながら菓子もさばいてから、あーおー夜は嫁をさばいてますなるほどね、逆にさばかれ返されてるかもしれないですわーお本物だ久しぶりです。メラメラあのツイッターからも反応来て、うんうん、パチパチパチってのりさん、うん、はい、ドギーさんもおーって、うん、まいったな、テーマ感動なんだけどないやね、いろんな意味で、いや感動したよ、はい、感動しました、いや素敵な歌に感動しましたよ、ね、いや感動は絶対してないな、なんでしょこの場はみたいな本当はあの、うん、一緒に出るモーミーさんも歌わせたかったんですけど、うん、あの、うん、許可が出ないっていうことで、ああ事務所的なやつかな、こっちのあの直接聞きに行ったらいいんじゃない、フリボーファミリーからちょっと却下が出ました、ね、あの人の面白いですよ、うん、いやただモーミさんビジュアルが卑猥だからな、うん、最近新しいのやってるんですよ、はい、多分誰も見たくない、あの、うん、見る面白いのもやってるんですよ、いやいや大丈夫、そのままでも面白 い, い, やいやびっくりしますよ、見たまんまで、ありありありちゃんどちゃんどありありあ今ツイキャスね見ていただいてる方はね、あのすいません何かが張り付いたの警備員の方お願いします、会場シャイニングかい、はい、はい、じゃあメール行きましょうか、うん、はい行きますよちょっと空気変えんといかん変えましょう、ハイタイフリムーンの皆さんこんばんは、アウトはアウトアレックスもう入りで分かりますからね、うん、短文の破壊力よ、うん、感動って普通にことが過ぎてると起こりにくい、わざとじゃなくいきなりの問題やハプニングが起きてうまく対処したり、その一生懸命に感動しちゃうのよね、前にナルトラさんがミキサーしてたのは本当感動したけど、でこんな考え方をする私は変態だわね、うふふ、さ今一番面白いナルトラさん今夜もいらっしゃるかしら、男の子の夏休みの友風でお願いします、あまたこれ、じゃあ今日はちょっと本気でいきますよ僕は、じゃあお願いします、はい、どうぞ、はい、先生、あのね、昨日ハエ叩きのお手伝いをしました。ハエだと思いっきり叩いて見てみると猫の餌でした。周りで誰も見ていないのを確認してティッシュで包んで捨てました。外は今日も晴れでした。ご満足いただきましたでしょうか。わかった。アレックスさん、ナルトラを殺しに来てる。ファンと見せかけつつ、うん、もうこれこの後ちょっととどめさしに来てるね、社会的に抹殺しようしてるこんなに書いて最後アディオスグラシャスって書いてメールの締めそこがね、メールの締めがね、また今日も、うん、公共の電波に乗せてしまいましたね大丈夫です、この分全部カットしてあれあれ生放送じゃなかったかなこれロシア語講座が流れてここだっけここだっけはい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい来てますよ、寒いよう出ました、あてんてんてん汗っていうのも、えみ姫から来てるよ、はい、次のメール、ありがとうございます、うん、感動ですね、私の母は、3度目肺炎を起こして入院しました、医者は入院するためにもう年を取ってるから危ないので覚悟してくださいねと言われてきましたが、母は気力で克服、本当にすごいお母さんだと感動していますです、すごいね、お医者様がもうやばいよって言ってても、うんうん、それを乗り越えて、そうそう気力で、すごい、何の治療もしてないのかな、じゃあ
あ、どうなんですか。お医者様が来るってことは、まあまあ、病院には行ってるの、うん、気力で治した。気力多分入院してるけどじゃないかな、うん、あ、多分エイミー・イメさんのお母さんだとしたら年代的に戦前からの人でしょ、うんうん、やっぱ中盤なんですよね。気力でだからもう点滴とか刺されたらもう自分で引っこ抜くんだから、うん、そう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 、こんなのいらねえ。いや逆にもっと奥に入れる。うわうわ、いやそれ危ない危ない危ない、うわどこまでどこまでそれいいね、でもね、いくない、もっと刺す、あれあ、いくない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 。じゃあ次のメールいっちゃっていいかしら。はい、どうぞ。四国徳島のラジオネームバーモントです。ありがとうございます。さて今週のテーマは感動、やっぱり沖縄の海ですかね。数年前初めて実際に沖縄の海を見た時のインパクトは今も忘れられません。内地の海とは色の青さが違います。あのブルーを見に毎年沖縄に足を運んでいると言っても過言ではありません。ということで来月プライベートで沖縄に参ります。あ、言ってましたね。それ今年2回目です。今回は一人旅ですのでよろしくです。ボン、はい、いろんなことができますね、はい、うん、ちなみに私親にぶたれたことはあっても感動されたことは一度もありませんので、あしからず、ではでは最後にぶっこんできよった感動をかけた。感動ありがとう、ね、感動違いよ、ね、感動もうひねりがいいよ ね、 いいですね。じゃあ、うん、そろそろ感動のひねりもこないですか。お、ちなみにナルトラの感度は、うん、これもね今ちょっとお疲れなんで。どんな声出すの。え3、2、1、はい、ジャメもうあの正直本気でやっていいのかどうかちょっと探りながら言ってた。ありがとうございます、ツッコミいただいてました、本当にでも、チャメって言われたら最中女冷めるだろう、でしょうねはぁってチャメ言った後に、わからないよねってすぐ乾くよや心がね、そうね、そうです、そうです、パサパサになるよねもういいよ、これ乗らんでお、じゃあ短いのサクッと言っちゃっていい。はい、はい、メイメイでーすって。ありがとうございま す、リングの上で戦うグルクンさん見ていたら美しすぎて感動するよね。キャンさんならきっとわかるはず。おやすみなさい。メイさん単純キャン明快なメールでした。もうメイメイさんは断るごとにグルクンマスクさんのことね、うん、好き好き投稿して、うん、でもねグルクンさんすごいよね。いやの最近、うん、クニフィーのイベント、あのファミコンのやつ、ああ、うん、来てました来てました。さってさりげなく来てたんですけど、うんうん、もうあの手じゃないですか、うん、違和感しかないんですよ最初前半普通に観客で座ってたんですよ普通に本人はな、うん、ひっそり来たよみたいな感じだったけど、そうですそうですそうですえ、マスク して来てるの。あ、ちゃんとしてきてました。で普通に座ってるの。しかも業務連絡、うん、ハゲチャビンパーロさんに携帯返してあげてあっさりやもうこれ拾うことですか。もうあのツイキャスが今ねそれのその荒れてたことでかわいそういろいろと流れていってますんで、いなくても結構何かをやらかすやらかすね、うん、あのもう、うん、退場させる実際退場してるはずなんですけど、そうなんですけどね、もうこっちスタジオから、うん、FM 技能はないから退去させるでも浦添のりさんがアハハってそれ見てアハハってもうね、さあということで、もまだ早い？あ、いいんじゃないかな。すごいですよ、ツイキャスで沖縄にワンチュールさんが、うん、間もなく名古屋からの中継です。中継は2週間ぶり復活して感動します、うん、なぜ最後かっこ笑いなのかわからないですそれは、ね、うん、いろんな意味が込められてるね、これね、お楽しみということで、かっこ閉じ、じゃあ今日はせっかくだからね、サバちゃんさんに呼んでもらおうよ、名古屋のアヒルの声で、うん、名古屋呼んでもらいましょうかね、うん、名古屋チームかわいい名古屋でしょ、かけーよ、お、返されたよし、サバちゃんとダンさんずっとこの声でやりとりしたいいね先週は大変失礼いたしました。いやー2週間ぶりです、もう大変でしたでしょダンサーズでございます、ね、はい、こんばん。先週はですね、うん、我がダサズスタジオなんですけども、うん、
実はアンテナが倒壊してしまいました。うわ、倒壊？うわ、本当かい？あ、のしてきた。まあ、その関係でですね、後片付けとかしておりまして、どうしてもちょっと出れる状況ではなかったんです。うん、申し訳ございませんでした。いえいえ、災難でしたね。まあ、それで、まあ、感動なんですけども、皆様はもう忘れてしまったかもしれないんですけど、ラジオトーク皆さんされてるじゃないですか。で、初めて読まれた時のことって覚えてられますか？あ、僕は覚えてますよ、しっかり。うん、覚えてるね。あ、池辺さん覚えてますか？覚えてる。僕も覚えてます。ナルトさん、その、初めて呼ばれたラジオ番組って何だったんですか？これ僕ね、出身四国の徳島なんで、地元の四国放送というラジオ局の番組だったんで、あんまり言うても分かんないと思いますけどね。うん、はい。ちなみに沖縄の番組では初めて読まれた番組って何だったんですか？あれはミュージシャでした。ミュージックシャワーでしたね。はい。あ、そうですか。はい。あ、どういったテーマだったんですか？あれ何だったかな、ちょっとすいません、僕忘れてしまいましたけど、何かのテーマ投稿で。まあそりゃそうだろう。ですね。何かのテーマだよ。何かのテーマだと思うんですけど、そこをね、うまくね、言っていただきたかったですね。ダンさん、ナルトラに多くを期待するのは間違いです。いや、まあ、まあ簡単に言ったら落としたんですけど、まあ多分言えないだろうなと思ったんですけど、いや、まあ自分もですね、まあ、ミュージックシャワーだったんですけども、でこの時はですね、確かですね、ゲストの方が来てて、それにメールを送ったっていう、あ、思い出しました、ポニーテルリボンズだったですね。ポニーテルリボンズが出てた時にメールをしたというのが一番最初です。その時はやっぱり初めて読まれた時嬉しかったですね。どうですか、池辺さんも嬉しく、その時はどんな感じだったですか？現場の12時休憩だったんですけど、あ、今読まれてるの俺だよって言いたい反面、誰も聞かんでっても思ったっていう2分の1の純情な感情でした。その時は急性でされてたと。あ、何言ってるのかちょっと分からないです。僕名古屋弁分からないので、すいません。標準語でお願いします。まあその時はなんとかペインターさんだと思いますけども、ちょっと電波がザーザーしてますね。まだ治ってないんじゃないですか。という、まあそういったようなこともあったと思いますけども、私以前今サバチャーさんいらっしゃると思いますけども、こんばんは。はい、こんばんは。僕はサバチャーさんから以前三振の お値段を聞いたことがございまして、はい、それに感動というか驚きましたね。いや、一軒立つ値段でしたっけ。あれ、はい、僕が聞いたお値段はバイクが買えるぐらいのお値段じゃなかったですかね。あ、そうですね、本物のやつは。それはもうすごいなと思いましたので。ちょうだい。え、ちょうだい。え、スカリスナープレゼント。え、かわいそうです。困らせてる、困らせてる。今日サバちゃんが一番真剣な顔になってる。僕はリビドーで読まれました。あ、リビドーですか。懐かしいですね。リビドー懐かしいですね。デビューの思いの、あれもしもネタだったんじゃないかね、あれは。いや、サバちゃん全部だろ。はい。まとめられるないと思う、サバちゃんに関して。あ、そうなんですか。そうなんです。自分もリビドーで読まれたことありまして、ポニテルリボンズだったんですけども、あ、はい、読まれたことがありますね。あの時は夜で生放送ということで、非常にね、あの時も面白かったかななんて思っております。というところで、この方もですね、実はラジオにはまり、初めて読まれた時は浮かれポンチな方だったです。はい、浮かれポンチラミソニコミスキーです。こんばんは。こんばんは。いや、先週は失礼いたしました。いや、台風、いやいやいや、もうそんな大変だったのに。まさかの台風がこんなに強いとは思ってなくて、ね、舐めてました、私、台風を。
ですよね、なんかちょっと離れてると思いながらも、そうなんです、離れてるので大丈夫かと思ってたら、見事に我が家のパラボラアンテナがちょっと一回り大きめだったので、それだけもろに風の影響を受けて倒壊しました。うわ、まあ、それでちょっとさすがにラジオ出れる状況じゃなくても、片付けたり雨どいを直したりいろいろしてましたけれども、まだまだですね、あの大阪の方もまだまだ復旧の方と、あとまたね、その後に地震もあって北海道の方もいろいろ大変な思いをされていると思いますので、まだまだちょっと頑張って、あの被災地の方ね、また皆さん全国の方応援していかなきゃなと思います。まあ、それでちょっと真面目な話になりましたけれども、そのお便りなんですけれど、私もポニーテールリボンズのラジオで初めて呼ばれました。みそねさん、お便りってところに時代を感じるんですけど。本当ですね。え、お便り、あれ、今なんて言うんですかね。メールじゃないの。あ、メールか。メールじゃないの。そっか、お便りには。ふざけるな、ごめんなさい、そんなに本当に素でお便りって言いましたけど、50円破壊企画世界が暴れますよ小声で言わんで郵送したのかないや、全然あの初めてのですね、お便りを、お便りがいいです、お便りが似合っています。それでいいと思います、いいと思います、はい、もうお便りって言わして言わしてどうぞどうぞそう、ユーストリームでですね、モアイランドを聞きましてですね、ポニーテールリボンズの、あのファックスで送ったんですよ、実はイラストを。おお、でやっぱりだからお便りで合ってますよね。あ、もうもう、そ、あ、すいません、僕が言ったばっかりにいいですよ、続けてください。大丈夫です。はい、あのそれでイラストで送って、あの手紙も書きましたのでまあそういう文章で送って、ラジオネームもその番組が初めてっていうことで、名古屋の、そう、名古屋の地域性を出すのと、あのまあそのメンバーのリトロコフスキーさんがいらっしゃったんで、まあそこで味噌煮込み好きなんですね。これラジオネームパッて思いつきました。ザリ。あれ、なんでうんざりしたの。別にいいじゃないですか。いいじゃない、うんざりしなくても。あれ、ちょっとちょっと。ちょっと終わりなの。どうしました。なしゃり足りない夫婦に危機が訪れているんでしょうか。はい、退場退場退場。あ、なんで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 、もう、はい、ということでですね、ちょっと待って、まだ私日本、あのジャスに乗った飛行機の話とかしたかったのに。それはそれはまた、あのその感動の話は、あ、それはまた、あの別のツイキャスでお願いします。ちょっと待って、普通に夫婦が揉めている、はい、あ、ちょっとちょっと。それでは斬新なガラ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 。おお、うん、初めてですね。普通にあの夫婦の会話を聞いているような。これ、はい、今日、うん、ダンサーズ家燃えますよ。お、ね、今日は多分お時間あるから、名古屋の方のツイキャス別アカウントで多分この前のがあると思うので探し出してみてください。はい、ね、はい、ファックスって言い出した時はびっくりしました。本当ですね。しかもお便り、うん、ね、みそちゃんのファックスすごいきつかった、ね、ファックス区切り方、この発音のびっくりした。 おファックスでもない、うん、どこで点を入れたんだろう。大きな方のエッチみたいですよね。怖い、怖い。さりげなくポロッと爆弾落としてくるよ、ね、だからね、この人。そうですね、本当に。さあさあな、はい、はい、じゃあ名古屋なんでね、はい、お便り読んでいいですか。お便りどうぞ。お便り来てます。お便り、お便り来てます。進撃のめいちゃん、はい、フリムの皆さん、ゲストのイユサバッチャーさん、そして缶バッジをすべて購入するという噂のイケペイさん、お疲れ様です。荒俣ひろしことめいちゃんでございます。おめいちゃんいいよ、いい、ね、こういうのいいよ、いい、ね、出していこう。これかしら、出して画像を添付します。あ、もうそっくりだね、めい、うん、ちゃんだね、出てるんですか。では感動、ついさっきかな、映画で感動、サニー強い気持ち強い愛、めちゃくちゃ感動し、鼻水がダラダラとなっていました。最後の最後まで感動シーンばかり。多分イケベイさんも懐かしいって言わず、ルーズソックス、テレクラ、ポケベル、あ、今日は感動の話ばかりなんで、チェリーさんのあれを差し控えていただき、てんてんてん、じゃなくて、これ、お願いしまーす。あー、また来たか。はい、じゃあ今日もまた次に続いて、めいちゃんの。巻いてもらっていいかな。じゃあ行きましょうね、うん、はい。君のハートにチェックメイト。
また来週まだ続きますよ、まだ続きますよ。めいちゃんいいよ、荒俣ひろしをしていこう。ミューシャにも行こう、これで、ね、ミューシャにも荒俣、ね、本当だ、送っ、あほらほらほら、いいよ、めいちゃん、あとでイキピーに送ってあげる。これから迷惑です。これからめいちゃんの自撮り見たら絶対笑っちゃいそうな気がする。おー、めいちゃん、ちょっと一皮むけたな、おい、こんなの。やるね、なんか。本当に。感動したよ、めいちゃん。初めて本当に進撃してる。うん、荒俣に感動だよ。荒俣めいちゃんに。感動。進撃のめいちゃん改め。荒俣。荒俣めいちゃん。いいね。感動。明日から変わるはず ね。ミューシャの投稿ね。よし、期待しとこう。オッケー、じゃあ、ラスト、ラストお便りいいですか。ラストお便り。ラストお便り、フリムの皆さんこんばんは。今日は仕事でバテ気味の名古屋のキノピョンです。ありがとうございます。早速今日のテーマ、感動。私はもともとケーキを作る仕事をしていた関係で、お菓子の歴史が古いヨーロッパ、特にフランス、ベルギーに強い憧れがあり、今でも憧れています。初めてその土地を訪れて、本場のパティスリー、ブーランジェリー、かっこパン屋に足を踏み入れた時の感動は何とも言えないものでした。そして目の前にスーツで決めた金髪の綺麗な女性が長いフランスパンを腕に挟んだ状態で颯爽と現れた時は、ドラマかと思うぐらい様になっていて感動でした。笑って、あ、笑なんですか。笑なんだよ最後。 おって感じ。仕事をやってる上での、うん、その上の最上級本場っていうんですか、うん、本場のパティスリー。パティスリーすごい熱心っすね。すごいね。パンの話。パティスリー。じゃあ、おモーミーさ ん、最近感動したのは何すか。うん、何感動した。朝よ。だからイケて降るから。朝やんだ、朝。だから朝よ。はい、ということで、また来週。言葉選べよ。時間ないんで。あら、テント張った時はもうあれだね。やっぱだから予想通りやし。予想通り。テント。でもあのたまにチャックが病んでてる時は、なんとら壊れてる時、退場させて。退場。はいはい。警備よろしく。レッドカード、レッドカード、レッドカード。はい。レッドカード。もういいか。はい。不審者や。やっぱり来たね。これだけを言って。次からこっち鍵かけられるようにお願いしとこうね。本当そうですね。入ってこれないように。はいはい、はい、あのノリさん、その通りです。あ、ノリさん。じゃあ今日ゲストのサバチャーさん、うん、感動したの朝以外で。あ、感動したのですか。うん、今も感動してますね、この皆さんのこの面白い怖いこの怖い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 感動してます。朝の何の話のやってるのかなと思って。いい日旅立ち朝からこういうところだよ。こういうところですね。こっちをさっきので帰るんだよ。ね、せっかく振ってくれたのによ。ナルトラ、ナルトラさん、うちの口っぱちないだよね。あの、いつものあのメールですか。どこかの国のニュースみたいな。あれ聞いて感動してるさ。サバちゃん、来週からもお願いだよ。はい、あれもう僕感動してお家で泣いてますよ。もうあのコーナーだったら24分使っていい。ゲージ長文24分ずっと。よかった、ナルトラのコーナーできるぜ。長いな。2分ぐらいに縮めようね。いやもうでも本当に濃縮で、ね、凝縮で、ね、まあこんなんですから、ありがたいです本当に。振ってくれた方が本当に、はい、じゃあ来週のテーマいきますか。はい、いきましょう。来週のテーマ、嘘でしょ。はい、嘘でしょ。まあ僕の例で言えば、今回急なラジオ祭り発表、しかも金土、うん、もう聞いた瞬間仕事しながら嘘でしょ、ね、いけるかって話。まあ、そんな感じで、うん、はい。でもイケペン何時までですかっていう。ね、ホームページ見てーって言う。ホームページ見て。流されたーって。ああ、イケペン流されたー。まあ慣れっこだい。
スタッフがみんな目を背けたっていう。よしこさんが言ってたよね、うん、あの人そばやってるよね、よしこそば。じゃあ、違うまずよね、あれ違う。待って、最後の最後。嘘でしょ、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 最後に。友達も自由であればこの人も自由だな、うん、で、あのハイバル姉さんの新しいコーナーは何でしたっけ、何でしたっけ。はい、姉さんの歌の大辞典、うん、姉さんの歌地引きみたいな感じ、ね、姉さんの大辞典、歌の大辞典、はいはい、はい、詳細は曲名と歌手名言えば、もうすぐ姉さんがタララって紐解くはずです。ああ、なるほどね、はい、ということで、はい、イケペイでした。はい、シロコでした。はい、ナルトワでした。はい、ユーサバチャーでした。ありがとうございました。はい、エコザイルでした。はい、ありがとうございます、はい、また来週でーす、はい